王宮に忍び込んだ盗賊だ。じゃあ右の戦艦を。私が盗賊だと。暗殺者より罪は軽い。この人たちは関係ない。解放して。お前、その呼び方やめて。しばらく預かっといてくれ。バンを連れて帰るからな。そこだ。わかったよ。そうカリカリしなさんな。兄貴、バルフレアだ。何やってんだ、あの女たらし。俺がやるまで捕まるなって言っておいたじゃねえかよ。兄さん、今日は兄さんが好きだったガルバナの花を持ってきたんだ。兄さんはこの花の色と香りが好きだっていつも言ってたよね。兄さんは本当に王様殺しの一味だったのかい？だとしても、そうだとしても、バッシュ将軍に騙されたんだよね。気づいたようだな。ここは牢獄さ。見ての通り地下牢ってとこだな。するなよ、ただの死体さ。いちいち驚いてたら身が持たないぞ。牢獄って言ってもな、要塞の基部を閉じただけだ。奥を見てみな、先客がたくさんいるぜ。フランは抜け道を探してくるんだとさ。奴らのことならほっとけよ。巻き込まれるのがオチだぜ。水だってこれしかないんだ。無駄な体力使うなよ。